キリュウの兄貴。待たせたな。あれから広島の状況は変わらねえか。何か新しく分かったことは。今も広瀬のおやっさんとは連絡が取れません。ハルトをどこかに連れてったきりです。あのおやっさんが土下した言うんじゃ。なんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんじゃ。ローが言うには、ハルトには何か隠された価値があるって話だった。え？そしてハルトの父親は達川じゃないらしい。なんじゃと。そんなローと話したことはおいおいお前らにも話す。今何より広瀬の親分を探さなきゃならねえ。ほいじゃが兄貴、さっきまた広島から連絡があったんじゃ。松永と高頭の話だと、本家の連中も広瀬のおやっさんのこと探しとるらしいんですわ。組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。小清水、あの陽明連合会の若頭が広瀬の親分を。ようわからんが、ローって男の話を真に受ければ、坊ちゃんがなんや大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ。本家の狙いも親さんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。とにかく広島に戻ろう。広瀬一家の連中、松永と田頭は無事なのか。大丈夫です。今本家に見つからないようモレノで鳴り潜めてるって言ってました。モレノか。危なっかしいの。広瀬のおやっさん探しとんなら、いずれあいつらも本家の連中に身柄を抑えられそうなもんじゃが。たとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても、広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。どちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。カムロ町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。兄貴、広島へ戻る支度はできとりますか。ああ、大丈夫だ。行こう。兄貴、まずはモレノに向かって使わさえ。松永と田頭がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今はあいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったら、相手が本家じゃろうが邪魔してくんならやるしかないで。おう、そこの踊りら止まれや。兄貴、あんなら本家の連中じゃ。やっぱり桐生じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、なめとるんかこら。
連中を相手にしとったらキリがあれやせ。なんだよおっさん。おっさん強そうじゃねえか。ちょうど暇しててさ、暇つぶしに付き合ってくれよ。悪かったよ。俺あんたについていくからさ、許してくれよな。クヒダ、ノキシゲク、オガタ。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。
さ、行くか。ありがとうございました。兄貴、頭、ユータ、みんな無事じゃったんか。おう、当たり前じゃろが。ほうじゃけど、あの達川が殺されたユータリ、兵配置がどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城を無事心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。キリュウさんたちがここに来るって、高城くんから知らせもらったの。ごめんなさい、キリュウさん。私がハルト君を預かっていたのにこんなことになって。な、何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れていくとこ見たんか。何しても座ってつかさい。話せば長くなりますけ。夕方ごろ、スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッとうちに来て、ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで嬉しそうに笑ってた。それで飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私、ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。で、キヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅんか。うん。それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのかその時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して優太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの。うん、普段通り冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台を置いてったとこ見ると、誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え？そのローがこう言ってたんだ。達川はハルトの父親じゃないと。そしてハルトにはカムロ町で構想中の組織にとって何か重要な価値があるってな。じゃけ小清水の頭がおやっさん探しとるんも多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。ほいじゃあもしかしておやっさんハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかの。じゃったら清美さんに一言言うてってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや、全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、おやさん、どこにハルトを連れ出したんじゃ。あの、キリュウさん、本当にごめんなさい。私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことに。いや、あんたは何も悪くない。でもそれよりあんたには
一つ言っとくことがあった。え？カムロ町で染谷とやり合ってな、多分あいつとはいつか何らかのケリをつけなきゃならない。あの人と桐生さんがどうして？染谷は東条会の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には子供がいるんじゃなかったか？私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。この何もない町がずっと嫌だったから、それで東京に行ったの。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをして、ちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳、いろんな客を相手にして世間の裏まで知った気になってた。そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は借金を背負わされてて、しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザが染谷だったのか？ううん、違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのが染谷。うん。染谷も客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。あんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え？俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。しっかりしなよ。あんた俺よりずっと年いってんだから。私のためにどうして？キヨちゃん、あの染谷とそがなことが。南雲くん、私のこと幻滅したでしょ。
この町を捨てて東京でいい気になって騙されたバカな女だなって。染谷とはその後結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。子供のためにもヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど染谷は聞いてくれなかった。あの人がどこで何をしているか聞けば男の仕事に口を出すなと怒られる。そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、染谷はその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもうあの生活は限界だった。だから染谷に黙って娘と一緒に逃げようとした。それを染谷は許さなかったんだな。あの人には私が何を考えているのかなんて全部分かってたの。逃げた先ですぐ染谷の子分に捕まって、娘を取り上げた染谷は初めて私に手を挙げた。何度も何度も。あんけど、それで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。あの子が今幸せでいるのかそうじゃないのか、もう何もわからない。あの時逃げたことは今でも後悔してる。でもやっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。だからあの子の母親だなんていう資格は私にはもうないの。何を言いよるんならこのバカ誰が。え？あんたは何ちゅうバカなんじゃ。あ？親でおることに資格なんぞいるんか。自分が腹痛めて産んだ子じゃ。今でも会いたいんじゃろ。そがな他人面するんはやめ。泣くもくん、あんたが昔子供を置いて逃げたんは他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんじゃったらわしが度外してでも染谷から娘を取り戻したる。子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。勝手に親辞める資格こそあんたにはなあと違うんか。すまんのキヨちゃん。じゃがあんたに小顔なことを言えんのは幼なじみのわしだけじゃけ。あんたにはしっかりしてもらいたいんじゃ。ありがとう南雲君。え？もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。行かなくていいのか南雲。こっちのことはいい、お前はママについててやれ。いえそうはいかんですよ。今はうちのおやっさんを探すのが先じゃ。何よりも
坊ちゃんの無事を確かめんといけん。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。あの頭、それわし考えとったんだけどな。何じゃ。ここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけ、しがみつぶしに当たってみたらどうですかの。どっか心当たりがあんのか、松永。まあいくつかは。お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へえ、なあこともなあですわ。そうじゃ、スナック清美におやすさんの携帯が残っとるはずじゃ。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるかもしれん。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。ああ、墓地の方なんてどうじゃろう。あそこは外から死角になっとるし、人通りも少ない。確かにあそこは滅多に人が来ないからな。調べてみてもええかもしれん。あ、そうじゃ、喫茶アポロ行ってみたらどうじゃ。喫茶アポロは親さんがいつも出前取る店じゃ。確かに喫茶アポロのマスターなら何か知っとるかもしれんの。喫茶アポロは商店街にある。行ってみる価値ありそうじゃ。桐生の兄貴、おやすさんの行きそうなところって考えたんすけど、俺はとりあえず組の事務所かなって。広瀬一家の事務所ってことか。ほいじゃけど事務所じゃったら今留守が誰もおらんですけ、鍵閉めとります。おやすさん鍵持っとらんけ事務所には入れんじゃろ。そっか、おやすさん鍵持ってねえんだっけ。そいや事務所留守にするなんて今までなかったもんな。それに陽明連合会もずっとおやすさんを探しとるんじゃ。事務所なんかにおったらもうとっくに捕まっとるぞ。お前他に心当たりの場所はないんか。すいません、キリュの兄貴、もう少し考えてみます。キリュの兄貴、ここ出るんすか。なら俺らも行きます。表にはまだ本家の連中がいるでしょうし。いや、俺一人でいい。お前ら他にも親分のいそうな場所を考えててくれ。一人で行くってそが無茶な。俺と違ってお前らはこの町で生きる陽明連合会の人間だ。これ以上上に弓引かねえ方がいい。こんなとこにあったのか、道夫君の頭。まったくあのクソバイトめ、こんなとこに捨てやがって。おい、なんなんだこれは。ああ、すみません、なんかご迷惑かけたみたいで。これはですね、小野道夫君の着ぐるみの頭ですね。小野道夫君。はい、小野道の新マスコットとして売り出そうとしているゆるキャラになります。ゆるキャラ。あれ、ゆるキャラご存じない。いや、なんとなくは。こんな感じのゆるいキャラのことだろう。はい、最近は地域の活性化のためにこういうキャラを作って PR するところが多いんですよ。しかし困ったな、中身がいないんじゃな。中身。はい、実はこの道夫君の中に入る予定だったバイトが逃げ出しちゃったんですよ。ちょっと言葉遣いを説教しただけで、全く最近の若者ってのはたるんでますね。ほう。でも実はこの後イベントがあって、
そこに道夫君を登場させないといけないんです。困ったな、中の人がいないと出られないしな。お前が入ればいいじゃねえか。いやいや、僕は取り仕切る側ですし、僕がいないとイベント自体が回らないんですよ。それに道夫君ってゆるキャラとしては結構でかくて、しかも重たいんですよね。だから背が高くてがたいのいい人じゃないと長時間のイベントは耐えられないんです。でもそんな背が高くて屈強そうで暇そうな男の人なんて今から簡単に見つかるわけ。嫌な予感がする。いたー。ちなみに俺は入らないぞ。いやいやいや、そこをなんとかお願いしますよ。道夫君の中に入れそうなでかくて屈強で暇そうな人なんてもはやあなたくらいしかいない。お前失礼だな。お願いしますよ。ちゃんと相応のお礼は出させていただきますから。それにイベントを楽しみにしている子供たちがたくさんいるんです。彼らの笑顔をがっかり顔にするなんて嫌じゃないですか。だからお願いします。子供たちの笑顔を守ると思って。ゆるキャラの中に入りたくはないが、どうするか。ちょっと考えさせてくれ。わかりました。良いお返事、ここでずっと待ってます。ちょっとすまない。あんたがこの店のマスターか？ええ、そうですけど。広瀬一家の親分を見なかったか？ん？親分のお知り合いの方ですか？ああそうだ。今日は来とりませんけど、どうかされました？いや、ちょっと訳あって、親分の行方を探してるんだ。どうせまたどっかぶらついとるんじゃないですか？いつものことですよ。あ、そうじゃ。ん？どうした？親分に先月のツケ払うように言うとってくださいよ。まったく、こっちがうるさく言わんと全然払ってくれんのじゃけ。ああ、わかった。2016年だ。2016年？本当に？やっぱりそうですよね。やったー、うまくいったんだ。
1年前の過去？そしてこれが1年前の私？あ、確かに今よりちょっと胸小さいかも。なんだ、何を言ってるんだ。あ、やだ、すいません、一人で盛り上がっちゃって。ん？実は私ね、なんとたった今1年先の未来からタイムリープしてきたんです。タイムリープ？ええ、2017年から時空を超えてね。何を言ってる。あ、伝わりませんか。そっか、そもそもタイムトラベルとタイムリープの違いから説明しないとですね。タイムリープっていうのは、今の自分の意識が別の時間の自分に乗り移るってことなんです。ほう。で、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を移動するでしょ。例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、昨日のおじさんとマシンに乗ってきたおじさん、その2人が同じ世界に同時に存在することになっちゃう。でもタイムリープは今のおじさんの意識が過去の自分に乗り移るだけだから、常に世界に一人。どうです、わかりました。ああ、完璧に理解した。つまり私の場合は2017年の意識がこうして1年過去の自分の体に乗り移ったわけですよ。1年もタイムリープするなんて自信なかったけど、果たしてすごい。そうか、なるほどな。じゃ、邪魔して悪かった。あ、え、なんで？ちょっと待って。ん？私、今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこう、いろいろ聞きたくなりません？いや、もう結構だ。え？なんだ、誰かに見られている。気のせいか。なんだ、問答無用か。今のは何だったんだ。いや、どうやら化かされたの。あんた見たんじゃろ、刀を手にした亡霊を。ああ、正確には見ただけじゃないがな。わしはここの墓守をしとるじじいじゃ。嫌に空気がざわめいとったもんで来たんじゃが、原因はあんたがここにおったからか。あんたもここの亡霊を見たことがあんのか。あんたよそもんじゃろ。ん？地元のもんじゃったらこの墓場には近づかん。ガキどもの肝試しもここでやるんだけは避けよる。まあよそもんはよそもんで、小がなとこまでめったに来るもはおらんが。そうか、知らなかったんだ。ええんじゃ、別に咎めとるんとちゃうけ。ここに出る亡霊たちは昔瀬戸内海を荒らした海賊じゃったっちゅう話での。
海の男は気が荒いけ、亡霊になっても喧嘩相手に飢えとるらしい。あんたが嫌でなけりゃまた来て遊んでやったれや。なんだと？海賊の亡霊か。この町にも喧嘩の種がなくならねえな。おじさん、あのタイムリープの話だけど、悪ふざけと思われてるならそんなの嫌だし、やっぱりもう少し説明させてくれません？わかった、もう少しだけ付き合ってもいい。よかった、そうこなくちゃ。私ミクって言います。俺はキリュウだ。わかりました、キリュウさんですね。とりあえずなんというか、キリュウさんは私がタイムリープしてるのを信じられないってことですよね。そのお前が1年後から来たってことか。まあそうだ。じゃあどう言えば信じてもらえるんですか？いや、そう言われてもな。ってことはお前は1年先の2017年のことを知ってるんだよな。ならその間に何か変わったことは起きたか？変わったことって何か大事件とか？結構急に言われても思いつかないですね。もう少し具体的に聞いてもらえます？そうだな、例えば。俺は1年後はどうしてる？そんなの知りませんよ。キリュウさんとはまだ知り合ったばかりなんだから。あ、でももう一度タイムリープして1年先のキリュウさんを見てくれば教えられますね。ただなんか悪い目に遭ってたりしたら言いづらいかもしれません。死んでたりとか。別にさ、何とでも言ってくれていい。余裕ですね。やっぱり全然私の力を信じてくれてないんだ。まあ待て、今思ったんだが、未来のことをどう言われたところですぐに確かめようがないな。何か他に証拠として未来にしかないもんとか持ってたりしないのか？未来の日付の新聞とか、来年発行の100円玉とか。せめてそういうのがあればもう少し説得力がある。さっきも言いましたけど、2017年から来てるのは私の意識だけなんです。つまり証拠は何もないってことか。今ある証拠は私の言葉だけです。あとは私の目を見て信じてもらうしか。よく見ると可愛いな。え、やだ、そんな急に？でも私年上も結構ありです。下手したらお前の父親より年上だぞ。うちのパパなんか今じゃもう全然冴えないし。でも本当にキリュウさんパパより上かも。なんかパパの顔思い出してきちゃった。年頃の娘ってのは父親に厳しいな。そうかも。まあいい、なら俺はそろそろ。こう見えて案外暇じゃないんだ。
タイムリープのことは結局信じてもらえてないですよね。時間切れだな。それにもしお前の言うことが本当なら、何か目的があって2016年に来たんだろ。そいつをいつまでも邪魔しちゃ悪い。別に目的なんてないですよ。私がタイムリープできるようになったのは本当につい最近で、なんで急にそんな力に目覚めたのかってまだ自分でもよく分かってないんです。だから今はいろんなケースのタイムリープを試してるとこなの。なら何か進展があったら俺にも教えてくれ。じゃあな。ドルキリュー、こがんとこにおったんか。ふん、一人でいい度胸じゃの。陽明連合会か。広瀬のジジイはどこじゃ。お前らはなんで広瀬の親分を探してる。それとも本命は親分の連れてる赤ん坊の方か。ふん、グダグダ話すより踊りの体に聞いた方が早そうじゃの。ここで蹴りつけたるぞ、キリュウ。堂島の竜がなんぼのもんか、見せてみや。
ですまんど。今さら何言ってやる。先に手出してきたのはそっちだぜ。おう、じゃったら殺せや。やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。ほら殺せ。はよやらんかい。くだらねえ芝居はよせ。大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだな。が、ああ、お前らなんで広瀬の親分を探してる。知らん。わしらは小清水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と赤ん坊を見つけてから抑えろって、それしか知らんのじゃ。ほんまじゃ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。マスゾエを知っているな。あいつは今どうしてる。マスゾエのおじき、東京でなんぞ仕事に行っとるはずじゃ。東京の仕事ってのは。東上会の染谷と杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついてる。何の話じゃ。マスゾエのおじきが何じゃ言うんじゃ。いずれお前らにも分かる。踊れ、キリュウ。いつかぶち殺しちゃるぞ。これ以上痛い目に遭いたくなきゃ、おとなしく黙ってろ。スナック砂時計、ここか。すまない、あんたこの店の人か。あら、初めてのお客さんね。うちはめったに店開けとらんのに、ようこがなとこを見つけたね。それともどなたかのご紹介。このマッチを持ってた人を探してるんだ。へえ。広瀬一家の親分なんだが、最近この店に来なかったか。思ったより早くいらしたんですね、桐生さん。俺のこと誰から。広瀬の親分さんよ。今日店を開ける前うちに来てくれんさったんよ。なんだと。あーた宛てに伝言を預かっとりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。清美さんね、やっぱり男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時
赤ん坊を連れてたか。かわいい子じゃった。そうか、わかった、助かったよ。いいえ、どういたしまして。人んちの庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水、広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた道島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら、広瀬のじいさんに話があっての、とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんた、じいさんの居所知っとるの？はあ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか。本家若頭のあんたなら知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。Yeah!
気流まだ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今更遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん。ハルト、腰水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。キリオさん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。キリュウさん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。腰水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初はおやっさんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥って女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今まで沢村のこと一言も聞いとらせんで。どがになっとんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの達川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、桐生さん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。